大学。大学、大学は学術研究及び教育における高等教育機関である。日本の現在の学校教育制度では、高等学校もしくは中等教育学校卒業者、通常の家庭による12年の特別教育を修了した者、またはこれと同等以上の学力を有する者を対象に専門的な高等教育を行物とされている。 学生の教育課程と修了要件の充足に応じて学位、短期大学士、学士、修士、専門職学位、博士の学位授与を行う。なお、学位の名称、定義も国や地域によって異なる。大学を単に高等教育機関と定義するならば、紀元前7世紀創設の滝白の総院が最古の大学となる。滝白総院では、 学位に相当するものが、卒業生に与えられていた。世界遺産の滝白遺跡がある、現在のパキスタンのイスラマバード北西にあったが、6世紀に町と共に破壊された。古代インドにはかつて学問の中心地として、滝白、ナーランダ、ビクラマシーラ、カーンチプラムがあったとされる。紀元前387年に古代ギリシアの哲学者プラトンが作ったアカデメア、 アテー内では、数学、哲学等が教えられており、十字軍以降、イスラム世界を通じて中世ヨーロッパの大学成立に多大影響を及ぼした。その他にも、ギリシアでは、ヒポクラテスの故郷コス島に、医学校、ロドス島に、哲学の学校があり、アレクサンドリアには、博物館、ムーセイオンと図書館、アレクサンドリア図書があった。中国では、 全漢大の紀元前124年に管理養成学校である大野学部が設立された。漢女地林殿に夏和校とのたまい、陰に章とのたまい、週二女とのたまうとある。週大には、壁王と呼んだとも言う。来期王政編には、天使命の教善をため学。小学在校級南の左、大学在校。天使枠壁王、諸曰く具とある。 随大以降は国古官が最高学府としての役割を担った。5世紀設立のナーランダ大学はインドのナーランダに所在し、仏教を中心とした学問研究で有名で、仏教だけでなく天文学などの知識も教授していた。学位に相当するものの授与のほかに、今の大学院に相当するコースもあり、西域、ペルシア、アラブ世界からも人々が学びに来ていた。 地元の熱心な仏教いたずらの寄進、伏せによって運営費や学生らの食費などが賄われ、最盛期には学生の数はおよそ1万人、教師数百例人、蔵書数500万冊にも達しており、世界最大級建物群は仏教を大切にした歴代の王たちによって増築が重ねられ、キャンパスの広さはおよそ1 0ロメ5トルほどにも達し、中央には 大きな塔もあった。12世紀頃のイスラム教徒による破壊まで続いた。6世紀には、サーサーアン・アサ、ペルシャに、グンデ・シャープール大学、ジュンディ・シャープールがあった。日本では、7世紀の天智天皇の治世に、官僚要請を目的とした、大学寮が創設された。カロリング町では、シャルル・マーリュが、アーヘン、現在のドイツのノルト・ベスト・ファーレン州の町にスコラ、 ポラティが、宮廷学校という名の学校を作った。アカデミー・ブレックス型大学も、カロリング長指導者により、798年、今のフランスのノワイヨン近郊に設立された。学者、統治者、聖職者、シャルル・マーニュ自身などが参加して、一般市民の教育について、統治者の子供の、次世代の統治者としての教育、統治、侵略者からの領地の防衛。 浪費を防ぐ術など議論していた。これらの活動は大学の過準備となった。ヨーロッパにおける中世最初の大学は849年にビザンツ帝国アモリア王朝三代皇帝ミカエル三世の接生バルダス・マミコニアンによって建てられたコンスタンティノープ大学あるいはマグナウラ宮殿の大学で時代のマケドニア朝ルネサンスの先駆9世紀には されるの大学が作られた。988年創設のアルイコールアズハル大学、966年設立のモスクに由来は、エジプトのカイロに所在し、イスラーム法学、プラトン、アリストテレスなど古代イギリシアの研究が行われ、大学院に相当するコースも行われていた。大学を、近代西欧語の大学、という意味で捉えるならば、 その歴史は12世紀から13世紀に始まる。もともとは、ラテン語のウニベルシタス、ウニベルシタスを起源とし、学生のギルド、組合から始まる。世界最初の校則は、学生のギルドから教師たちへの規則、学生ギルドに無断で授業を休まない、学生ギルドに無断で都市から出ないなどとして作られた。その後、教師のギルドも作られ、連合体を意味するようになる。 キルドイコール組合を意味する大学は、学生間で上下関係がなく、日本語の訳語としては、大学ではなく、組合とした方が、原義に近い。ウニベルシタスという語はもともと団体全般を指していたが、特に、教師と学生の団体、ウニベルシタスサキータスマジストローラムディサイプロランクウェイ、大学派教師と学生の組合なりを指すように言った。中世の大学の中でも、 最初期の代表的なものは、イタリアのボローニャ大学とフランスのパリ大学である。ボローニャ大学は自由都市国家ボローニャで生まれた。11世紀末以来、ローマ法大全を研究したイルネリウスをはじめとして、多くの法学者が私塾を開いていたボローニャは、法学校のある学徒として有名になり、ここに各国から集まってきた学生たちが、市民や市当局に対して、 自分たちの権利を守るために結束して作った組合が大学の起源である。この意味での大学は自然発生的に成立したものであるため、創立年を明確に示すことはできない。一方、12世紀のパリにはノートルダム司教座制度を付属学校や政治のビエーブ修道院付属学校をはじめとして多くの学校があり、アベラールもパリでよく講義を行っていた。 12世紀末までにこれらの教師たちが権力者の介入に対抗して結集したのがパリ大学の始まりである。私塾の連合体としてのパリ大学がいつ成立したかを明確にすることはできないが、1200年にフランス王の直教へ、1231年の教皇直書、諸学の父によって自治団体として認められた。イングランドのオックスフォード大学とフランスの モンペリエ大学もこのように自然発生した大学である。こうした初期の大学では何らかの事情により教師と学生が集団で他の都市に移住する子があり、それによってオックスフォード大学からケンブリッジ大学がパリ大学からオリレアン大学がボローニャ大学からパドバ大学が生まれた。さらにローマ教皇によってトゥールーズ大学が王権によって サラマンカ大学やナポリ大学が設立された。14世紀に入ると新生ローマ帝国の両方君主らによって、プラハ大学、ウィーン大学、ハイデルベルク大学が相次いで創設された。中世の西ヨーロッパにおいて、大学は、神学部、キリスト教聖職者の要請、法学部、法律家の要請、医学部、医師の要請の3つの上級学部と自由。 学芸学部との4学部からなり、専門職を養成することが大きな役割であった。12世紀から13世紀の間の社会の専門職化の増大に伴って、同様の要求が職業的聖職者に対しても増大した。12世紀以前にはヨーロッパの知的生活は修道院に託されていた。修道院はもっぱら天礼と祈りの研究に関わっており、 少数の修道院が本当の知識人を誇ることができた。教会法と秘籍の研究についてのグレゴリウス改革の重点化に従って、司教は教会法に基づいて聖職者を養成するための、さらに説教と神学的議論で使うための論理学や論争、より効果的に財務を管理するための会計学を含む、教会運営のより世俗的側面においても、 聖職者を養成するための司教座制度学校を組織した。西方ラテン教会圏で中世末までに生まれた多くの大学はカトリック教会の講演により教皇や世俗君主の主導で設立された。これらの大学はボローニャ大学やパリ大学が自制的大学であのに対して作られた大学と呼ばれる。学習は教会のヒエラルキー内での昇進に不可欠になり、 同じように教師は名声を集めた。しかしながら、需要はすぐに本質的に一人の教師によって運営されていた、司教座聖堂学校の要領を起こした。なお、その上、司教座聖堂学校の学生とより小さい町の市民との間で緊張が高まり、司教座聖堂学校はパリやボローニャのような大都市へ移転した。13世紀に教会における最高位の職務の 約半数が、修士学位所持者によって占められ、大修道院長、大司教、数期教、次に、行為の職務の3分の1以上が、修士によって占められていた。加えて、中世最盛期の何人かの偉大な進学者、トマス・アクイナス、ロバート・グロステストは、中世の大学の出身者であり、スコラ学はその産物と言える。中世の大学の発展は、 ビザンツやユダヤの学者からのアリストテレスの広く行き渡った再導入やアリストテレス主義の思想を支持してのプラトン主義や新プラトン主義の人気の衰えと符合する。中世の大学はキャンパスを持たなかった。授業は教会や家のように場所が使えるところならどこでも行われ、大学は物理的な場所ではなく学生のギルドと教師のギルドが一つにまとまった組合団体して、 互いに結びつけられた諸個人の集まりだった。この故障で知られる高等教育機関としての大学はまさに中世ヨーロッパの産物であり、それ以外の世界各地にあったという古代の教育機関と直接的な関係はない。大学は一般に教師に給料を支払うものに依存する二つのタイプに従って構成されていた。最初にできたタイプはボローニャにおけるもので、 学生が教師を雇い給料を支払う。第二のタイプはパリにおけるもので、教師は教会から給料を支払われる。この構造的な違いは他の特徴を作り出した。ボローニャ大学においては学生が全てを運営した。事実しばしば教師は大変な重圧と不利益のもとに置かれた。パリでは教師が学校を運営した。従ってパリでは ヨーロッパ中からの教師にとって第一の場所になった。パリでは、教会が給料を払っていたので、主題的な事柄は進学だった。ボローニャでは、生徒はより世俗的な研究を選び、主な主題は法学だった。大学の研究は、学士号のために六年かかり、修士号や博士号のためにはさらに十二年に及んだ。最初の六年は、リベラルアーツ、イコール自由7術。 地下、天文、学理、文法、論理、修字を研究する学芸学部に学んだ。当時ポピュラーな教授法だったスコラ学との緊密な結びつきがあるために最も重視されたのは論理学だった。ひとたび学士を取得すると学生は修士や博士となるべく三つの学部、法学部、医学部、進学部から一つを選ぶ。 進学は学問のうち最も名望のある領域で、かつ最も難しい領域だった。家庭は、主題やテーマによってではなく、書物に従って設けられる。例えば、ある家庭は、アリストテレスの書物あるいは聖書からの書物に基づいて、あるかもしれない。家庭は選択ではなく、家庭の設置は固定され、全員が同じ家庭を取らなければならなかった。しかし、 どの教師が使用するかに従って、臨時の選択があった。学生は大学24、5歳の時に入った。授業は午前5時か6時の開始が普通であった。学生は保護を与えられた。学生に特権を与えたのは皇帝フリードリヒマルバロッサノによってである。誰も学生に肉体的な危害を与えることを許されず、学生は教会裁判所において、 犯罪のために審問されるのみであり、従って、いかなる身体系からも免れていた。このことは学生に、都市環境においてとがめなく、世俗法を犯す自由を与えた。実際、多くの乱用がなされ、盗み、強姦、殺人は、聖職者でありながらも有々しい結果を直視しない、学生の間では珍しくはなかった。このことは、世俗的権威と共に不安な緊張へと導いた。 学生は時々年を去り何年も戻らないことによってストライキした。これは学生によって始められた暴動が多数の学生を死に至らしめた後、1229年のパリ大学でストライキにおいて起こった。学生はストライキし続け2年間戻らなかった。学生は法律上も純正職者として扱われ、女性が大学に入学することは許可されなかった。 12から13世紀には、大学から大学へ渡り歩いたり、ドロップアウトして、老老の実となった学生が方々で見られた。彼らは、教会の定職を得られない宝刀ぐらいの聖職者で、ゴリアール、または、変歴学生と呼ばれる。大学の研究のためのポピュラーな教科書は、ペトルス・ロンバルドゥスの、明大集と言われる。新学生や修士は、 カリキュラムの一部としてこの教科書について、広範な注釈を書くことを要求された。哲学と進学における中世思想の多くは、スコラ的な文献注釈に見出される。なぜなら、スコラ学は、非常にポピュラーな教育法だったからである。ヨーロッパにおける国際的な卓越性を持つ、どの大学も新生ローマ帝国によって、スティディウム・ゲネラーレ、ストディム・ジェネラーレとして登録された。 この施設の構成員は、異なったステディウム・ゲネラーレにおける講義過程をしばしば与えるので、ヨーロッパ中に彼らの知識を広めるよう奨励された。米国では1636年にハーバード大学、最初はハーバードカレッジとしてが誕生する。イギリスでは英国国教会の主導のもと、中世のギルド的な大学の伝統に従った。 貴族による教育が大学で行われており、研究は民間のアカデミーで進められ、発表されていた。フランスでは、1806年にナポレオン・ボナパルトによって、かつての地方大学が専門学校へと引き下げられ、新設された帝国大学が指導監督し、国家が国民の教育に当たるというモデルが採用され、 研究はやはりアカデミーで進められるものであった。特に重要なのは言語学者でプロイセンの政治家としても有名だったビルヘルム・フォン・フンボルトがその骨格を作ったベルリン大学である。ベルリン大学は国家からの学問の自由の標語のもとに研究者と学生が自主的な研究に基づき真理と知識の獲得を目的として法学、神学、 医学といった伝統的な学問領域を軸として、哲学がこれら3つの学問のみならず、自然科学を含めた全て学問の理論的な研究を指導するというモデルを採用した。ベルリン大学は研究と教育の一体化を図るとの革命的な発想の転換により国の大学のモデルとなり、その産業形成を支えた。19世紀に至ると、歴史学、社会学、 教育学、民族学など新たな学問分野が生じ、数学、物理学、科学など、既存の学問分野も急速な発展を遂げたけでなく、哲学から心理学、哲学史が分離するなどして、今日の大学の基本的な処分野が、ほぼその骨格を表すことになった。20世紀になってからは、欧米以外の世界の各国でも多くの大学が誕生してくるようになる。 ヨーロッパでは人文科学、社会科学、自然科学でも理論的な学問研究が大学の主要学部とみなされた。また、経営学や音楽、美術、工学などでの単科大学はやや差別的な位置づけをされていが、徐々に大学の構成学部として認知されるようになってきた。21世紀に入ると、情報科学、社会福祉、 都市開発などで従来にはなかったような新しいコンセプトの学部も世界各国のそれぞれの国内事情に対応して誕生するようになってきた。個々の競技会についてはも参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。